どうもガチャガチャです、お願いします。私ガチャガチャのジョージでございます。はい、かんちゃんです、お願いします。さあ、はい、今日は何でしょうかね。そうですね、この間、行ってきました、ジャンプビクトリーカーニバル出た。はい、なるほど。毎年やってるんですけど、幕張メッセと、インテックス大阪でやってて、はいはい、で毎年僕行くの好きで行ってますね、はい、あのジャンプ買って、応募して当たったらその招待券もらえる、はいはい、で両会場合わせて33,000人かな、16,500、16,500、なるほどね、確かなんか そんなんで、でジャンプと最強ジャンプかなんか買って僕に2本2つ応募して1個当たりまして、まあ毎年行ってるんですけども、行ったらねその特典もらいまして、お、あ、入場者特典、入場者特典っていうのが、もうそれもらうの好きで、なるほど、ね、それだけでちょっと満足しちゃうんですけど、それちょっと今日もらってみます。紹介しますか、はい、こちらです。じゃーん、かっこいいね。はい、ビクトリーガーニバル。これね、実はお言うと、はい、僕も一緒に行ったんですけどね、一緒にね、はい、行く相手おれへんからってね、コンビで行って、コンビで行ってきまして、なったら、うちの嫁も行きまして、はい、連れて行ってもらいました、はい、子供も連れて行きました、はい、子供の分もこれ、あの4人まで行けるんで、そうなんです、はい、いただけまして。入るときにね、ちょっと荷物検査とかもあるし、いろいろね、事件があったからね、はい、ライター持ってませんかとか、ね、あと飲み物とか、ちゃんと飲んでくださいとかね、中に薄味のやつね、そうそう、口に含んでくださいっていう、はい、中身ちゃんとあのドリンクですかみたいな確認とかもされる、結構厳しかったですね、身分証明書もいるんでね、その当たった人は、ああそうですね、出してましたね、これ名前でじゃないと入れないっていう風になってるんで、セキュリティがだいぶ厳しくなって厳しいんで、はい、まあその中でこんなんもらいましたよっていうの、ね、はいはい、中にどんな入ってんねやろ、まあ、行ったことない人とか、これから来年は行きたいとか、行ってみようかな、冬にもやるんですよね、冬もそうそう、これに、行った人の中にパスポートっていうのがあるんですけど、はい、これですね、はい、このジャンプ2019っていうね、はい、こういうのがあって、この中にね、うん、あのこういうのがいいですね、はい、なんて書いてますか、写真のところ、写真のところ、はい、君のかっこいい写真を貼ろうって貼ってくださいね、ぜひね、はい、貼ってください、ぜひどうもこちら、名前とか書いてへんやん、書いてへん、まだ書いてへん、ちょっとちゃんと書いとかなあかんで、はい、でこれが12月にあるんですよ、もう一回ね、そうそう、でその時にこれを持っていくと、このワンピースのネックウォーマーとかがもらえたり、いいじゃないですか、でここに番号がね、宝くじ、ジャンプ宝くじっていうのがあるんで、向こうで発表された時になんかプレステとかもらえたり、するらしいです、これで行ったことないんで、それ手帳いいですよね、これ、はい、なんて言ったってね、時間割がかけますからね小学生の方は時間割をかけますんで、はい、いいじゃないですか、いいんですよ、こういうの、これでだから冬も当たれば行って、あ、当たればじゃなくて、これ持ってるだけでも次入れんねん、あ、そうなん、そう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 、これに、あ、そうなんや、うん、もうほなもう1回だったらパスポートやから2回行けるってことか、そう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 、あ、入場無料やったかな確か、まあ、あ、そうなんや、次の12月のやつは、ぜひとも行きたいんですよ僕も、しかもなんかね、会場ではいろんなゲームの紹介とか、うん、あの UFO キャッチャーの景品の紹介とかいろいろしてましたね、そうね、面白かったです、なかなか、ファストチケットゲットのチャンス、このページ右上に当選確率アップ券、今後発売するジャンプ各校誌に掲載される、うん、ジャンプフェスタ2020ファストチケット応募シート、あ、これも応募せなあかんのかな、しなあかんのちゃう、うん、だからこれを持ってる人は当選確率があるみたいな感じでね、なるほどね、うん、だからこれも貼らなあかんのかもしれない、そうですね、で、はい、12月の応募してください、だと思う、でもちょっと悔しいのがあるんですよね、うん、あのカリスマスタンプっていうページがあるんですけどね、3人いてるんですけどね、そうそう、2人しか会えなかったんですよ、そう、うろうろしててこの人らがスタンプを押してくれるっていう、そうそうそう、その人ら会いたかったけど2人しか会えなくて、キング伊予とゴキボール川島には会えたんですよね、はい、ゴキボールさん会いました、僕も嬉しかった、でビクトリー浅田に会えなかった、俺へんかって、でビクトリー浅田やって思った人やったら全然違ってやったっていうね、地元がジャパンやったかな、なんかそんなアニメかなんかの方かな、確かの、そうな、多分それの格好してた人やったと思った、全部集まればありがたいご利益があるかもしれない部位って書いてある、うん、そうやね、そういうのもあるんで、これがまずもらえるんですね、もらえるんですね、中に、で、中身は何、はい、中身、はい、開けていきましょう、開けていきましょう、はい、早速、あ、何ですかそれ、ブラッククローバーかな、ブラッククローバーですね、クリアファイル、裏面はボルト、ナルトの続編ですね、はい、のこのクリアファイルが入っていると、次、はい、うん、ドラゴンクエスト、任天堂スイッチかなの、なんか紹介11のね、スイッチのソフトの紹介とかのカタログか、
11が出るんですね、ドラクエ。9月の27日発売。はい、はい、これワンピースのステッカー。下はこれも、ゲーム、おー、うん、ゲームのステッカー。上がルフィで下がゾロ。ステッカーいいよね、ステッカー。これ、あ、レジャーシート、ワンピースの、こういうのもついてんのよ。いいですね。これだから無料って言って、無料入ればもらえるってことだよね。そうそうそう、これだってね、休憩所でおばちゃんこう引いて座ってましたもんね。早速使ってましたからね。お、あ、何それ、本、ワンピースと裏がボルト、うん、多分これちゃんと読めますよっていう漫画が本やんな、うん、きっかけ買うきっかけ、この和の国編とかちゃうかな、うん、あ、試し読み、そう、試し読みの本がありますね。これもついてます。いいですね。まだありますか、はい、ありますあります。あ、なんすかそれ、めっちゃキラキラ。これドラゴンボールとかのなんかかっこいいな、うん、VR ステッカー。え、 VR? ビクトリーレインボーステッカー。ややこしいねおい。ビクトリーレインボーかい。いや、うん、でいいやんこれ、自転車とかにも貼れるし、貼れる、めっちゃええステッカーですわこれ。いいですね。あ、何、ワンピースのつむつむやん。え、うん、ワンピースボンボンジャーニーのシール、ステッカー。へえ。またアプリとかで出んのかな。これもステッカーやね。ヒロアカ。大きなステッカーやね。10月12日に第4期が始まりますよ。で、スタンピード、映画の、映画の8月9日公開のね、こういうスタンピードのステッカー。で、なこれは、これはハガキ、ただの。あ、ゲームの、ゲームのね、セガの。セガの、オリンピック、東京オリンピック2020の、はい、ポストカード。まだある。何これ。ドクターストーン、これアニメ、あのジャンプでやってるやつじゃない。漫画の。やってよ、何それ、うん、ドクターストーン。あ、これほら、あ、何これ、お、孫悟空、ドラゴンボール、スーパードラゴンボールヒーローズのカード。 BR って何、ブロリーってこと、違うんじゃないの、孫悟空 BR とかで、まあこれ P やから、キャンペーンカードじゃないの、キャンペーンのやつよね。で、これで遊戯王、これ確かあの応募券で、うんうん、当たった人は2枚ついてるみたいで、応募券で外れた人で、その後の携帯で応募した人、当たった人は1枚しか入ってない。モバイルの人は1枚なんや、うん、2個ついてんねん。なんてやつそれは、バイナルブレーダー、バイナルブレーダーが2枚入ってた。あ、これデクのカード。それもうこれあれじゃないの、ゲームできるやつじゃないの。そうそう、ゲームできる、このヒーローアカデミアの、ピッて読み込ませていける、ヒーローアカデミアの主人公、うん、でこれ、あ、このワンピースのステッカーめっちゃ入ってるやん。ワンピースステッカーいっぱい入ってるやん、うん、で、これそれ何、封されたやつ、何これ、ゼックスってか、何これ、うん、これちょっと開けてみましょうか、これ、ほんまに、はい、なんね、でも今のコーナーしか分からんねやろね、ちょっと分からん、ちょっと開けてみましょうか。はい、いきます、はい、じゃーん、かっこいいな、何これ、9000もあんで、パワー9000、サイクロントロン、サイクロントロン、うん、強いんかな、6とか9000とか書いてるから強いんちゃう、うん、だいぶお得ですね。いや、お得ですよ。で、スタンプを集めたらなんかまたバッジがもらえたりしとったんですよね。そうそう、けどバッジ、僕ら行くの遅かったんで、一応こういうね、スタンプラリーみたいな、なんかゲームをしてスタンプを集めるみたいな、これね、ここに一応海賊王、これあの各ブースになんかいろいろあって、そうなんですよ、あのロノドアゾロみたいな、そのキーワード集めていくって、ね、集めたら、まあ、海賊王やったって、そうですね、でそこで もらえて、うん、なんかうちわとかもらえたりとか、そうですね、あとは各ブース楽しんだこういったあのビックリマン風の、そうそうそう、ブラッククローバーのところで遊んだらこれもらえるよって、ね、ボルトのとここれだよとかね、そうですね、はい、遊戯王これだよ、大人も子供も楽しめるような感じでしたね。楽しめるね、もうほとんど結構大人の人多かったけど。そうですね。まあこういうのがね、ちょっと無料でもらえるので、はいはい、ちょっと興味持った方ね、また、そうですね、はい、マカイメッセとかの方も12月あると思うので、はいはい、で会場限定のグッズとか持ってますね。そう、会場限定のグッズもまた買われへんくて、俺買ったん。おー、いいやん、その袋も。これ。何？お、遊戯王のプレイマット。うん。遊戯王全然せえへんのな。いいんじゃんそれ、かっこいいやん。そうそうそう、いいよ。これでも1500円やよ。安いな、うん、はい、あとこれ何それ、ドラゴンボールヒーローズの、うん、
カード入れかな。かっこいいやん。そう、かっこいいね。銀河パトロールって書いて。はい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 。そうね、9パックベンダーって書いてある。バインダーね。なんでいつも英語間違えて笑ってごまかすな。映るかな。9枚入ってる、ね、ベジータが。そう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 。まあでも、こういうのもあるんで、そうですね、はい、いろんなゲームもできるし、そうそう、楽しめて。で、なんか遊戯王のね、なんかカードの紹介とかやってたり。あ、そう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 、いろんな ゲームの紹介あったりとかもいろいろやってますんで、うん、面白かった。12月でいい幕張ですか。そうです、はい、あるのでよかったら行ってください。これ皆さん応募してくださいね。こういうのも ただでもらえますので。そうですね、無料でもらえる。めちゃくちゃ嬉しいよ、こんなステッカーとかね。よければ皆さん、はい、ジャンプビクトリーカーニバル、次は冬にあるんで。冬にあります。よければ行ってみてください。はい、さようなら。